京阪宇治線。宇治線は、京都府京都市伏見区の中小島駅から、京都府宇治市の宇治駅までを結ぶ京阪電気鉄道の鉄道路線である。京都、大阪から宇治周辺の名所への交絡路線であり、また、京都市伏見区、山科区南部や宇治市北部の宇治川う岸と、京都市中心部や大阪方面を結ぶ通勤、通学路線でもある。六次増宇治間が、 西日本旅客鉄道 JR 西日本の奈良線と並行している。現行ダイヤでは4両編成の普通列車が中小、島駅宇治駅間の線内折り返し運転を行っている。ラッシュ時は5から8分間隔で、日中は10分間隔である。朝ラッシュ時は5本が、その他の時間は4本が運用に入っている。中小島駅では特急や 快速急行などとの接続を受ける。かつては多数の列車が京阪本線の山上方面と直通運転していたが、2000年7月1日のダイヤ改正でその大半が廃止された後、同時にこの改正で中小島駅に特急が終日停車するようになり、昼間時を中心に山上駅う治駅間の所要時分が直通列車より4から5分短縮された。 2003年9月5日までは平日午前中2本のみ残り、全線ラッシュ時は5から8分間隔で、昼間時間帯は15分間隔の運行であった。翌6日のダイヤ改正から山条方面の直通運転が廃止され、車両も5両編成と4両編成で運用されていたが、5両編成のうち選定機運用は一時廃止された。2006年4月16日のダイヤ改正で土曜、 休日の深夜に限り5両編成での定期運用が復活することになったが、2009年9月12日のダイヤ改正後は、平日、土曜、休日ともに終日4両編成となっている。2013年3月19日に発表されたプレスリリースにおいて、同年6月1日より、宇治線でワンマン運転を開始することが発表された。 京阪電鉄でのワンマン運転は2002年11月30日開始の京新線2003年10月4日開始の石山坂本線2007年9月22日開始の片野線に次いで4例目である宇治線では全駅に自動改札が導入されているため乗車時はワンマン構えと同様自動券売機で乗車券を購入して自動改札を通り列車も 任意の扉から乗り降りする。また IC 専用の自動券売機では乗車駅証明書も発行しており、それで自動改札を通った場合は、降車駅で生産する。その他、1947年4月1日から1968年12月19日まで、丹波橋駅で、京阪と奈良電気鉄道、奈良電。1963年10月1日以降は、 近鉄京都線が接続して、相互直通運転を行っており、宇治線の一部の電車が奈良電、近鉄京都線の京都駅まで乗り入れていた。方向板を車両正面に掲出していた頃、宇治発の三乗業の方向板は、大阪方面からの三乗業と区別するため、山と上の間が開いたものを使用していた。 1965年4月21日から1989年9月26日までは、平日のみ山条方面直通で急行も走っていた。当初は朝の宇治駅発のみの設定で、夕方の山条駅発の設定は1968年12月20日である。5両編成でラッシュ時に京阪本線を走ることで同線の混雑率が上がるため、 まず1980年3月に、同線の朝の休行の10分間隔下で、朝の休行が廃止されて三条駅発の片道のみの運転となり、続いて1989年に、夕方の休行も廃止、出町柳駅、淀駅、九ずの葉駅間の準急に建て替えされた。なお、宇治線内は、各駅停車だった。ただし、1982年10月24日に、 宗教団体が太陽が丘で運動会を開催した際に、この1日限りで実施した臨時ダイヤでは、宇治線と本線京都側で臨時列車を運転したが、両方向に宇治線直通の臨時急行も設定されたため、唯一の昼間時での宇治線直通急行の設定と、最初で最後の休日ダイヤでの山上方面からの宇治線直通急行の運転、及び、 宇治駅発三条駅行き急行の復活運転となった。また、この日は宇治線内折り返しの臨時普通列車も運転され、三条直通の定期列車と臨時急行及び臨時普通と合わせて宇治線は最小約5分間隔運転していた。この日実施の臨時ダイヤは同日限定で作成された宇治線列車運行図表が出展である。なお、 宇治線直通急行の方向版は、当時本線で設定されていた途中折り返しの急行、正式列車種名は A 急行と同じものであった。1960年代には、降落シーズンに大阪側から6両編成の臨時列車が設定されていた、ただし6時増駅のホームは、最大5両までしか停車できなかった。だが、年月日の、 宇治駅移転で線路の有効長が短くなり、以後6両編成の宇治線への入線は不能となっている。また、1998年から1999年までの行楽シーズンに大阪方面直通の臨時快速、部快速が運転されることがあった後日。上記の急行とは停車駅が異なり、宇治線内でも急行運転を実施していた。 停車駅は六地蔵駅のみであった。臨時急行には列車愛称が付けられ、過去には、宇海号。その後、宇海号はライン号に、解消、解消時期不明され、ライン号も後に、宇治川ライン、天ヶ瀬号。こちらの解消時期も不明なり、1976年まで、天ヶ瀬ダムのイラスト入り副標識を掲げて、運転していた。宇治川ライン。 天ヶ瀬号は1977年より再度、解消され、宇治号となり、副標識のイラストも、ヶ瀬ダムから平等院に変更され、以後1986年の運転終了までの間は、宇治号として運転していた。宇治快速は、京阪本線淀屋橋駅宇治線宇治駅間に、淀屋橋駅宇治駅間で2本、宇治駅天満橋駅間で1本が運転された。 1998年11月1日から1999年11月までの降落シーズンの休日ダイヤ当時は日曜日と祝日のみ運行していた臨時列車である。列車種別は臨時列車とはいえ新たな種別名である快速を設定した。これは停車駅が特急並みであったことによる。なお、同社の快速は急行より上位の位置づけとなっており、 当時の特急に対する快速急行に禁似する位置づけであった。運行期間は年間4シーズンあり、春休みは宇治快速桜スペシャル、ゴールデンウィークは宇治快速若葉スペシャル、6月には宇治快速アジサイスペシャル、秋のシーズンは宇治快速もみじスペシャルと季節により列車名を変えていた。特急以外は宇治快速に統一して述べる。 この列車の設定理由は当時宇治地区が、源氏物語の町として、観光に力を入れていたこと、同年秋宇治線の宇治駅付近に、宇治市、源氏物語ミュージアムが完成したことによるものである。また、1996年1 0ヘクタールの敷地を、要する宇治市植物公園が開園し、1997年に、 京阪宇治港サービスの経営するチビールレストラン、ガーデンズ天ヶ瀬がオープン。営業不振のため2002年秋閉鎖すなど、新観光地が相次いで誕生しており、大阪方面から乗り換えなしで、宇治地区への観光客を誘致する目的もあった。1986年までは、行楽シーズンに、淀ド橋駅宇治駅間の臨時急行も、運転されていた、廃止されたので、 京阪本線との直通列車は12年ぶりであった。なお、阪急電鉄の佐賀のエクスプレスと違い、支線である宇治線内も急行を運転された。ただし、宇治線内の通過駅では、列車線別装置がないため、駅構内の踏切動作の関係上時速 15km 程度で通過していた。運行開始当初、もみじスペシャルの運行に合わせて、秋の企画乗車券、 もみじ切符の一つとして、宇治フリー切符を設定した。列車内では、ボランティアガイドによる観光案内放送や、茶摘み娘による PR もあり、ガーデンズアマガセでは、宇治市、現氏物語ミュージアム開館記念地ビール、現氏物語を販売した。宇治快速は1999年の、もみじスペシャルをもって、運行を終了した。その後、年月日の、 京阪仙台夜海西で中小島が特急の終日停車駅となり乗り換えが必要とはいえ従来の急行利用と比べて大阪方面への利便性が向上したこと淀屋橋駅う治駅間は平均約20分も短縮され所要時間も1時間を切ったもあって以降は運行されていない当時の停車駅は淀屋橋駅北浜駅天馬橋駅京橋駅 平方市駅、中所島駅、六地蔵駅、三室戸駅、宇治快速アジサイスペシャルのみ停車、宇治駅で1900系及び7200系が使用されていた。7200系は宇治快速運用のためだけに、早朝の寝屋川車庫内で8両編成を5両編成に組み替え、運転終了後の夕方過ぎに、再度8両編成に戻しており、7200系への 特徴である LED 式車内案内表示器は全く使用されなかった。1999年4月11日の宇治快速桜スペシャルには2600系を使用していたが基本的には2600系は社外スピーカー見取り付けのため宇治快速では運用されなかった。当時の車両には快速表示幕がなく臨時表示幕を提示し前面に 宇治快速とスペシャルの合計2枚の表示板を用意して取り付けた。2006年7月29日から運転されていた機関車トーマスラッピング電車のラストランである2007年1月21日には臨時列車として宇治天馬橋間に1万系を使用した臨時特急が運転された。宇治線で特急列車が運転されるのはこれが初めてである。 宇治線内では各駅に停車した。2014年4月6日より5月6日までの土曜、休日に宇治・伏見観光キャンペーンの一環として、淀屋橋宇治間に直通の臨時列車、宇治・伏見王子茶間エクスプレスが運転され、久々に大阪側から宇治線への直通列車が運行された。停車駅は淀屋橋駅、北浜駅、天馬橋駅、 京橋駅、中所島駅で、中所島駅から、宇治線内は各駅に停車した。2014年6月1日から6月29日までの土曜、休日に、三室と寺のアジサイが、見頃の時期に合わせて、宇治、伏見王子茶ゃまエクスプレスアジサイスペシャルが運転された。今回は、葛野の廃駅が、停車駅に加わり、上り列車でこの列車の前に走行する、休行。 定期列車を、宇治、伏見王子茶ゃまエクスプレス連絡急行として運転された。秋にも10月4日から11月30日までの土曜、休日に、京阪本線で秋の特別ダイヤが実施され、これに合わせて、宇治、伏見王子茶ゃまエクスプレスが再度運行。ただし6月と同じ運行形態であった。2012年4月14日から1万3000。 系が道路線で運用を開始した。同年7月13日1万3000系、第5編成の運用開始に伴い、2600系4両編成が、宇治線の定期運用から一旦離脱したが、2013年3月から2600系の定期運用が復活した。ワンマン運転が開始された同年6月1日からは、ワンマン機能を持つ1万3000系と1万系のみで、 運行されていることが多いが、予備車として2600系4両編成の 2623F が入選をすることがあった。しかし、2014年3月の4両編成の13000系、第6編成の導入により2600系は予備車としても入選しなくなり、定期運用を完全に千六 2623F は2015年7月31日付で廃車となった。 以下は、現在も京阪に在籍していて、過去に、宇治線に営業者として、入線経歴がある車両を。いずれも7両以上に固定編成化されたため、宇治線への入線は、ほぼ不可能である。この他に2代目3000系が主運転で、4両5両編成に、組み替えて入線したことがある。宇治線の軌道布設特許は1907年、明治40年1月に、 宇治川電気機,機動株式会社が得ていたが、沿線には、第五次、大爆山万福寺、三室と寺、宇治には平等院などの名刹があり、この路線の特許を1910年11月に、京阪電気鉄道が譲り受け、企業業績安定後に着工する計画だった。ところが、この路線の特許は、期間線 67mm、河川も、トロリーバスと同じ伏線式、 宇治駅の位置も国鉄宇治駅の北側だったため様々な変更をして認可を受けた。この直後1912年7月30日に明治天皇が崩御し御両は伏見桃山と発表された。体操の儀は9月13日から15日にかけて行われ9月18日から10月15日まで一般参拝も許されたが桃山一帯は混雑を極め 区内省は11月3日まで期間を延長し、期間中の参拝者は400万人にも及んだ。翌年7月30日には、明治天皇後一年祭が予定されており、参拝者輸送のために、宇治線の建設が前倒しされ、工事認可から4ヶ月間の特管工事で、宇治線は開通した。開業後は、1917年の大正大。 洪水1934年9月の室戸台風、その翌年の6月と8月の、鴨川水害1953年9月の台風13号1959年8月13日の豪雨、1961年9月の第2、室戸台風、1965年9月の風24号などでは、宇治川、山品川の横を走る中小島駅小畑駅間が、 浸水して普通になる水害多発地帯であったが、1960年代から始まった天ヶ瀬ダムの建設と宇治川、山品川の堤防強化、排水ポンプ場の設置など、ようやく水害対策が完了した。1950年代後半から沿線に、向島住宅、第五石田団地、オグリス団地などが作られるなど宅地化が本格化。 列車増発のために六地蔵駅側に変電所が作られ、1965年には通勤客輸送のため朝に宇治から都山城へ急行が設定されるなど観光路線から通勤路線へと変遷する。また1984年に並行して走る j r 奈良線が電化され、1992年に六地蔵駅が建設されるのに対抗して、 1993年1月に特急を中書島駅に朝のラッシュ時の淀屋橋駅6本を停車させて大阪方面へのアクセスが強化され2000年からは同駅が中日特急停車駅に格上げされたそれに合わせて宇治駅三条駅間を直通する列車が削減されほぼ全て宇治線内のみの運転となり2003年には3条直通列車は廃止された また、2011年5月、中小島、六地蔵、宇治の3駅を除く各駅は、多駅サポートシステムにより、早朝、深夜を中心に、駅係員が無配置化された。また、2013年6月1日より、列車の運行はワンマン化されるなど省力化が進んでいる。六地蔵駅と大枠駅で、乗り換えの放送はない。また、路線図にも、 大枠駅の場合は、乗り換え駅と正式には書かれていない。中小島駅では、京阪本線との5乗を防ぐ、同一ホーム反対側に、京阪本線下り用の2番線があるために、宇治線ホームでは発車案内放送を、3番線、各駅停車の扉が閉まりますではなく、3番線、向こうの扉が閉まりますとしている、平方市駅でも発車案内放送は、 京阪本線と片野線で区別されているほか、京橋駅と天間橋駅でも似た措置が取られている。なお、以上の言い回しは2007年6月16日以降の放送のもの。2007年6月15日以前は3番線の宇治駅が発車しますであった。2013年6月1日より電車の運行がワンマン化され、大駅サポートシステムにより換算時間帯の駅は、 無人化、宇治駅、六次増駅、中小島駅を除くされたが、各駅のプラットホームには緊急時通報装置の設置、運転士が安全確認するための鏡や、モニターカメラの設置や増設、急カーブ上にある大爆駅には、ホームと電車の間から旅客が転落したことを検知す、転落検知装置が設置されるなど安全対策が整えられている。 自立分散式列車運行管理システム、アデック、アデックの光ファイバー情報ネットワークシステムを利用して、アデック連動駅の宇治駅中小島駅からの各駅の旅客に対して駅員が改札口にいなくも IP カメラ、IP インターホンを使い遠隔対応し、駅出入り口のシャッター、空調、照明などの駅設備の操作監視が可能である。宇治線のすべての駅に、 視覚障害者用展示運賃表という同様の黄色の展示ブロック、車椅子対応のエレベーター、宇治駅、六地蔵駅、中所島駅、またはスロープ、関月橋駅、桃山南口駅、小畑駅、高駅、三室戸駅を備え、電車とホームの間を渡す折りたたみ式の渡し板も各駅に配備されている。駅のトイレには手すりや、 おむつ交換台が設けられている。また車椅子に対応し、オストメイト対応設備も備えた、バリアフリー対策済みの多目的トイレが設置されている。宇治駅には AED も配置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。